パーシー・ピルチャーのグライダー、ホーク、パーシー・シンクレア・ピルチャーは、イギリスの発明家、航空のパイオニアである。動力航空機の開発中に、グライダーの事故で没した。世界初の有人動力飛行の成功者になったかも、知れない人物である。イングランド西部のバースに生まれた。1880年から7年間イギリス海軍に、勤めた後、グラスゴーの造船所の見習いとなった。 1891年にグラスゴー大学の講師の助手を務め、航空に関する関心を持った。バットという名のハンググライダーを作り、1895年に初めて飛行した。その年の暮れ、ドイツにおけるグライダーのエキスパートであるオットーリリエンタールと会った。さらに、ビートルとガルと名付けた2種類のグライダーを作った後、1897年。 リリエンタールの作品に基づいた、ホークという名前のグライダーで250メートルを飛んで、当時のグライダーの世界記録を立てた。事故の地に立つモニュメントピルチャーは、動力飛行を視野に入れて、4馬力のエンジンを搭載した三陽機を開発した。しかしながら三陽機の製作のために大きい負債を負い、開発の完成のためにはスポンサーを必要とした。 1899年9月30日に3容器は完成し、観客とスポンサーになりそうな客を招いて、デモ飛行をスタンフォードホールの近くの草原で行おうとしたが、その数日前にエンジンのクライクシャフトが破損してしまっていた。ピルチャーは観客を失望させまいとして、その代わりにグライダーのホークで飛ぶことにした。当日は好天で雨が降っていたが、 ピルチャーは午後4時に飛行可能な天候になったと判断し、飛行に踏み切った。しかし、飛行中にビブが折れ10メートルの高さから地上に落ちて、負傷し、その2日後死亡した。彼の産業機は飛ばされることはなかった。ピルチャーはロンドンのブロンプトン墓地に葬られている。ピルチャーの飛行機の設計図は長年にわたって、行方不明になり、彼の名前も、 わずかに関心を抱く人を除いて忘れられていた。飛行実験から100年を機に失われた業績を探す。試みがなされ、アメリカの個人のコレクションに残されていた、ピルチャーの書簡が発見された。これによって、ピルチャーのデザインの基礎と全体の方向性を考察することが可能になった。当時の他の飛行機研究者と異なり、ピルチャーは、 欲場の形を持つ物体がどのように揚力を発生させるのかを計算していた。しかし、当時は十分な数学的手法が発見されるよりもずっと以前であったため多くの要素がまだ欠けたものであった。とりわけ、ピルチャーはエンジンと飛行機自体及びそれに乗る人間の体重を支えて浮上可能な翼のデザインに苦労を重ねた。翼の部分を大きくすると重量が増えてより多くの 揚力が必要になり、さらに大きな翼が必要になるという悪循環に陥ったからである。その突破口は、アメリカの飛行機研究家であったオクターブ・シャヌートからの所感によってもたらされた。それは、小さくて軽い翼を積み重ねる方法で、強腹容器や三容器として知られる形である。これにより、翼自体の重さを余分に増加させることなく、 はるかに多くの揚力を得ることができた。2003年に BBC にテレビのホライズンシリーズの依頼を受けて、クランフィールド大学の航空工学部門で調査が行われ、ピルチャーの設計の飛行機が飛行できた可能性が示された。複製機が作られ、いくつかの問題点を解決した後、1分28秒の持続的な飛行ができた。これは、ライト兄弟の初飛行よりもはるかに長い。 さらに、ライト兄弟の初飛行が25ノット以上の安定した風速が必要であったのに比べて無風で飛行ができた。ありがとうございます。